PEGI 12. まあ、巨神と鬼神の世界の、まあ、発想のきっかけっていうのは実は、まあ、いろいろ想像されてる方は思うんですけれども実はないんですよね。電車を待ってる時にふっと思いついたっていうことで神が降りてきたって言葉があるじゃないですか。突然こう発想が湧くっていう。でおそらく日頃自分が考えてその考えてることが積み重なってきてある時ふっとこう自分の中に出てきたっていう感じなものなので特にあれを作ろうこれを作ろうっていうのはなかったですね。帰ってきてすぐにあの模型の材料買い込んできまして、言葉で言ってもなかなかこう伝わらない部分があるので模型作っちゃおうってことでというぐらいこうフットワーク軽く動いた覚えがあります。珍しく今回はストーリーは、まあ、後付けというとちょっと語弊がありますけれども、まあ、後から載せたと。あの後から載せても大丈夫な世界だろうっていうふうな、ある程度の自信はありましたから、まあ、これはゼノブレードに限ったことじゃないんですけれども、まあ、大体いつも異なるもの異なる勢力であったり考え方であったりといったもののその対立とかせめぎ合いとか、まあ、そういったものを主軸に置きたいという思いがあるの で今回はせっかく、2つの世界巨神と鬼神という使いを世界を作ったのでじゃあそれはやっぱ人と機械そこで生きている全く異なる生命の物語にした方がいいだろうという感じで作りました。僕の思ってる高橋らしさは今回も随分出たかなっていうふうには思ってますね。なので今までの作品のファンの方はものすごくそこは楽しめるところだと思うんですけど開発スタッフ全員らしさが出させてもらえたかなっていうでそこをうまく取り込んでくれる感じで、まあ、まとめてくれたんでなんでそうですねある意味そういう意味では新しいものが出てるんじゃないかなと思いますけど僕たち日本人ですでやっぱり文化ってのは違いますからその欧米人の方々の真似をしてもなかなかそれは難しいなっていうのがやはり感じているところもありまして自分たちの得意なことを得意なりにやっていこうでじゃあどんなことだろうそれはでもこれまでとそれほど大きく作りは変わらないよなっていうような結論に至りましてじゃあだったらそれをその本当に積み重ねていくこと諦めずに一つ一つある意味こう愚直にですね積み重ねていくっていうことを中心にしていこうという思いで作ってましたので非常にオーソドックスですね。 RPG に必要とされる要素っていろいろあると思うんですよ。例えば昨今ですと、まあ、すごく広いフィールドであったりとか、まあ、ある程度の自由度であったりとか、まあ、いろんなそういった RPG に必要とされる要素をもう言葉は悪いですけども全部乗せしてしまおうという作りになってます。ですので日本独特の、まあ、テキスト RPG と言われてるやつですけどみたいなタイプが好きな方も反対に、北米でヒットしてるような RPG が好きな方もどちらの方も楽しめるような、作りにしました。全部乗せです。